にちは、ピース宗山です。今回のテーマは NHK 有田 P おもてなすに出演してきましたです。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでですね、 Twitter、Instagram などで告知はしていたんですけれども、昨日7月6日にですね、放送されました有田 P おもてなすという番組ですね、ちょっとだけ出演させていただきました。こちらの番組なんですけれども、まあ、ゲストをね、クリームシチューの有田さんがおもてなしをするという番組なんですけれども、そのおもてなしというのが、まあ、例えばね、まあ、芸人さんが違う芸人のネタを使って、そのゲストを楽しませるといったような感じなんですけれども、まあ、今回ね、ゲストが武田真嗣さんだったんですよね。そして私は武田真嗣さんのパーソナルトレーナーとして、まあ、少しね、最後のラスト5分ぐらいですかね、ちょっとだけなんですけども、出演させていただきました。まあ、その時なんですけれども、まあ、そのコーナーをね、担当しているのが、横澤夏子さんっていうですね、女性芸人の方だったんですけれども、実際にですね、まあ、この、スタジオにですね、来ていただいて、ちょっとね、こう、取材というかインタビューをしていただいたという形になります。まあ、ちょっとしたその番組裏話ではないんですけれども、まあ、今日はね、そんなお話できればいいかなと思います。まあ、今回はフリップでね、最初から登場するっていうのはお話に聞いていたんですけれども、実際ここにですね、インタビューいらっしゃった時は、まあ、動画もね、撮影しながらやっていきました。その中で武井真嗣さんのことについて、私がいろいろね、質問に答えていくという形式だったんですけれども、もうね、横澤夏子さんって、めっちゃくちゃいい人なんですよ。もう本当に、超いい人。めっちゃくちゃいい人です。っていうのは、物腰が柔らかくて、話し方もすごく丁寧で、なんていうんですかね、こう、アナウンサー的な感じの、こう、すごく話し上手なんですよね。なおかつやっぱ、まあ当然ね、芸人さんだからそうなんですけど、もうトークも面白いし、もうね、めちゃくちゃ素敵な女性ですよね。やっぱり私なんかは、こう、テレビというね、モニター越しでしか、横澤夏子さんをね、見たことが当然なかったわけなんで、実際の横澤夏子さんの、もうその素敵さといったらね、もうほんと半端なかったですね。あ、こんないい人なんだなーっていうのをね、初めて知ることになりました。5分のね、コーナーなんですけども、実際ここのインタビューっていうのは2時間ぐらいですね、撮りました。もう結構ね、雑談もしたんですよね。収録したのが5月2日なんで、ちょっと私も記憶が曖昧なんですけども、本当番組関係ない話までしたような記憶がありますね。だからなんか、おそらくね、ディレクターの方々が私に質問してほしい内容とは違うような話で盛り上がってしまったんで、なんかそろそろ本題を話していただけませんかみたいなね、ことも言われちゃったりして、本当に楽しい時間をね、過ごさせていただきました。実際私が告知したことによって番組をね、見ていただいた方もいると思うんですけれども、すごくね、面白くね、作り込んでいただきましたね。私もね、嫁と一緒に見て笑っちゃいましたね。もともと私自身はバラエティがすごく大好きな人間なんで、まあ、楽しみにはしていたんですけれども、まあ、私、名刺があるんですよ、こう。名刺をね、出して、それが横澤夏子さんが、もう、悪魔のカードっていう例えをしていて、いや、面白い例えだなと、やっぱり秀逸だなと思いましたね。で、武田さん自身も、本当私に対して、いや、イエスビーストなんて言われたことがないとか、ノービーストってなんだみたいな感じだったんですけども、実際に武田さんに言ったことって一回もないんですよね。で、ちょっとね、今日もお会いしていたんですけども、もう本当にあれ面白かったね、みたいな感じでお話ししていて、またね、こういう機会があったらぜひですね、番組にも出てみたいなと思っております。あとね、これすごくね、自慢したいんですけども、あ、5月8日ですね。これは、横澤夏子さんの直筆のサインです。いただいちゃいました。もうね、本当嬉しいですね。実はですね、横澤夏子さん、ちょっと売れる前だと思うんですけども、昔トンネルズの番組の細かすぎるモノマネ選手権みたいな感じのやつに出ていらっしゃったんですよね。で、その時から、あ、この方面白いなっていうふうにずっと見ていたので、そういったテレビで見ていた方が実際にこうやってね、スタジオに来ていただいて、一緒に番組出ていただけるっていうのはなんかすごく感慨深いというか嬉しいことですよね。ほんと、横澤夏子さん、これ、ありがとうございます。もうここにね、その時の写真もポンと出しておきたいと思います。まあ、今回のその有田 P のおもてなすって番組では、以前、しゃべくり7で有田さんにもお会いして、ちょっとプロレスの話で盛り上がったりとか、まあ、武田さん自身はね、いつもトレーニングしていただいてますし、まあ、横澤さんもお会いしてっていう形で、なんかたくさんね、知ってる方が出ていて、私自身本当にですね、楽しんで見てしまいました。インスタグラムのコメントなんかでも、私とかっていう動向ではなくて、本当にその回自体がね、すごく面白かったですよねっていう風にコメントも入っておりましたので、ぜひですね、見逃した方、多分今のやつなんで NHK の見逃し配信とか、
まあ、もしかしたらね、誰か YouTube に上げてるかもしれませんので、よかったらね、見ていただきたいと思います。まあ、そんなにね、年に10本とか20本とか、私もテレビにね、出るわけではないんですけども、またこういうメディアに出る機会がありましたら、まあ、大体私、Instagram、Twitter、あとは、Facebook ページか。こちらで告知しておりますので、よかったら見てください。今回のお話は、有田 P おもてなしに出演してきました。でした。またよろしくお願いします。私のこのビデオではトレーニング、栄養、サプリメント情報などを公開しております。もしこの動画楽しかった、参考になった、もっと見てみたいと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真さん、次長課長河本さん、大野拓郎さんのトレーニングの様子は、インスタグラムにて公開しております。今回の横澤夏子さんの写真も実は公開しておりますのでよかったら見てください。私が主催をしているお肉を食べる会筋トレセミナーダイエットセミナーは Facebook ページでエモン24と検索していただきますと不定期ですけれどもこちらも開催しておりますのでよかったら遊びに来てください。今回もありがとうございました。